のレッスンでした。今日は3時から9時までレッスン。今日久しぶりにね、磯貝さんに会えたんですよ。まあ、メールにも書いたんですけど、磯貝さんに会えてねそう、めっちゃね、もうなんかいつも通りって感じでしたね。なんか、なんか全然変わってなかったです。もう普通に昨日も会ったぐらいのなんかノリと溶け込み具合。でも磯貝さんがね、久しぶりだからこうね、ダンスとかもやってたんですけど、まあうまいうまいまあうまいのなんのってね超うまい、やっぱりすごいですね、やっぱりすごいですね。キレッキレでした。もうキパー今日疲れた。インダサヤンデってどういう意味？なんか磯貝さんがこう、まあ、レッスン場に来た時に、まあ、みんなこうカノンちゃんみたいな感じで行くじゃないですか。でこう、あ、磯貝さんだって思ったんですけど、まあ人が集まるから、まあ、わざわざね私がこう磯貝さんって行けるタイプでもないんですよだからこう、あ、おはようございますって言ってそのままずっとこう携帯をいじいじしててね、あー行きたいなーみたいな、行きたいけど行けないわーみたいな思ってたら、後ろから磯貝さんが来て、なんか陰キャラダサやんねーみたいなあんなに会いたいってなんか言っとったのにめっちゃ塩対応じゃんみたいな。そう、超優しい。だから磯貝さんもこの気持ち分かりますって言ったら、分かるって言ってた分かるよって言ってくれてそう、来てくれるの嬉しい。来てくれるっていうか、みんなのとこ行ってたけども、いろんな人のとこに行ってたけど、なんで今日はね、磯貝さんと久しぶりに会えました。ごじってるのかと思ってました。いや、私もちょっと愛知弁、名古屋弁なんかよくわかんないけど、ちょっとわからんけど、なんかなんとかしやんでみたいな、磯貝さんがよく言ってるイメージ。すごい、と話してる間にタワーが来てる。さん、小林ちゃんさん、タワーありがとうございます。これあれよね、あのショールームの60年タワーみたいな。ちょっと待って、書きたいんだけどね、本当に最近あのメモ帳がなくてですね